昨日夜、泉区の交差点で横断歩道を歩いて渡っていた男性を車で跳ねて怪我をさせ、そのまま逃走した疑いで宮城県警の警察官が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは仙台北警察署の巡査森隆生容疑者です。警察によりますと、森容疑者は昨日午後7時20分ごろ、泉区八乙女中央1丁目の交差点で横断歩道を歩いて渡っていた26歳の男性を車で跳ねて頭などに怪我をさせ、そのまま逃走した疑いが持たれています。森容疑者は気が動転して逃げてしまったと容疑を認めているということです。